はい、今度は、膝周りの脂肪の脂肪溶解注射をさせていただきます。まあ、この方は、まあ、膝のお皿の上ちょっと皮膚がたるんで脂肪が乗っかっています。あとはこの膝の内側ですね、ここも脂肪がつきやすいところなので、まあ、この辺りに脂肪溶解注射をさせていただきます。まあ、あらかじめ麻酔のクリームを塗ってありますので、そんなに痛くないです。あっという間に終わります。はい、では始めていきます。まあ、今立った状態でやってますけど、立った状態の方がどこに脂肪がついてるか分かりやすいので、僕に関しては立ってやることが多いですが、立ってやるとちょっと怖いとかふらつくとか、そういう方は別に寝てやることもできますので、遠慮なくおっしゃってくだされば結構です。どうしても年を取ると老化によって皮膚がたるんできますので、立ち上がると重力でここに脂肪と皮膚のたるみが来ちゃうんですよね。だから若い人はここに脂肪ついてなくてたるみもないんですけど、やっぱり30代40代に過ぎるとここに脂肪がたまるわけです。そういう方はここだけでよければ、ここにちゃちゃっと脂肪溶解注射を打てばすっきりさせることができます。この方は膝周り以外の部分はそんなに脂肪ついてないんですけど、ここだけちょっとついてるのは皮膚がたるんで、それと一緒に脂肪が溜まってるということです。はい、おしまいです。まあ、2週間以上空けて繰り返し6回やると一回り細くなります。はい、で、まあ、脂肪溶解注射は脂肪細胞そのものを溶かして数を減らすので、やった分の効果は永久に続きますので、簡単にリバウンドするとかそういうことはありません。はい、ではおしまいです。